新年明けましておめでとうございます。丸さんです。なんか初日の出みたい。丸さんです。というわけで、映画のパンフレットとか、雑誌とか、そんなものを紹介している動画を時々上げているわけですが、今日はすごいですよ。もうこう美術展とか博物館とかね、特に企画展とかに行くと必ず博物館的に言うと図録というのを売っています。どんな展示会をやったのかなとか、どんなものを、展示したのかなとか、それからその展示した人の解説だとか、そういったものが書かれているのが、よく博物館とか、美術館とかでこう図録と呼ばれているものがあります。今日はその、図録というかね、実際にパンフレットってことで販売されていましたが、これです。わかります？もうこれね、もう牙すごいですよね、牙。はい。特撮の DNA。すごいですよ。平成ガメラの衝撃と、奇想の大英特撮展というのが今、東京の蒲田で、やっております。そこでね、手に入れました。このパンフレットです。すごいですね。中はね、ちょっと見せられないので、どんなパンフレットかというのを、ちょっと解説していきたいと思います。表紙はね、これがね、すごいの。こうなってんの。ほら。売ってる時にね、こっちの面、2つ並んでいて、こっちの表面を出してるのと、裏面を出してるのが並んで置いてあるので、もう平積み、この状態で平積みになってるんですよ。もうこの迫力ですよ、もうこれ。ちなみにこれ、わかります。ガメラという怪獣でございまして、そのね、平成ガメラというの衝撃と、奇想の大英特撮というのがありました。平成ガメラっていうことはですね、もう一方に実は昭和ガメラというのがありまして、僕は本当に子供の頃昭和ガメラ、ゴジラもそうですけど昭和ガメラで結構育ってきた方かなと思っています。本当にね、弟がいるんですけど、僕と弟と母親がこうよく、本当によくね、映画館連れてってくれました。もう本当にありがたい、今思えばすごく嬉しいですし、ありがたいですよね。もういわゆるリアルタイムでその映画を僕は劇場で見てるんですよね。そんな思い出をもう含めながらですね、昭和ガメラというのはあるんですが、これは平成ガメラでございまして、平成時代に、平成ガメラということで実は3部作、あります。でプラス、平成ガメラ3部作には入らないんですが、ガメラをテーマにした映画も1本となってありまして、それと、大英の特撮映画ですね。これ表紙を開けますといきなりですよ、平成ガメラの第1作、ガメラ大怪獣空中決戦というので、ガメラとギャオスの戦いなんですが、このね、飛び去っていくギャオスというね、コウモリのような、なんて言ったらいいのか、羽のある飛ぶ怪獣なんですけど、それを追っかけていく、亀、空飛ぶ亀ですよ、空飛ぶ亀。ただこの写真がですね、劇中の写真ではなくて、これ会場にもあるんですが、雲の上を飛んでいるという特撮の、スタジオというのかな、そのシーンを再現している場所があるんですが、そのアングルにすごくよく似てますね。なのでこれは劇中の絵ではなくっていう感じです。まずちょっと開くと、特撮の DNA 平成ガメラの衝撃と奇想の大英特撮、12月13日金曜日、2019年ですね、2019年の12月13日金曜日から2020年1月26日日曜日まで、大田区蒲田日本工学院専門学校ギャラリー校というところでやっております。いろんな方が協力しています。本当にね、個人のコレクションから、企業さんから団体からとか協力しますね。で、パッと目にびくりますと、まず平成ガメラの大作、先ほどもちょっと言いましたけど、ガメラ大怪獣空中決戦、これ、ガメラ生誕30周年の、1995年に公開された平成ガメラシリーズ大作ということで、ガメラとですね、これギャオスが戦うんですね。本当に、ある意味宿敵です。ガメラの宿敵ギャオスですよね。片方がガメラはもちろんカメで、片方ギャオスの方がコウモリなのかな。これが、すごいんです。一応設定上では、遺伝子工学バイオテクノロジーで作られた怪獣ということで、
で、まあ、それを作ってしまったかつての人類が慌ててそれを退治するためのガメラを捜索したみたいな話が後々出てくるんですけどね。ガメラ大怪獣空中決戦、結構衝撃でしたね。このギャオスがね、人を食べるんですよ。人間の天敵、まあ、ある意味こう増えすぎた人類に対してみたいな、まあ、裏設定ね、そういうのがあるかなって思ってしまいます。で次がですね、ガメラ2レギオン襲来。このレギオンがまた今までの怪獣にはない、まあ、宇宙生物ということの設定なんですけどね、あの昆虫のような。で、総体っていう鼻の形、それとソルジャーっていう、まあ、ちっちゃい虫みたいなやつで、それがこう集まって巨大なレギオンになるというやつです。まあ、これも宇宙から来た怪獣ということで、まあ、その怪獣の造形そのものが結構ね、なんだろう、細いというメカニカルな感じですね。こう外骨格、いわゆる外骨格系ですよね。あのカブトムシとか、まあ、いわゆる昆虫のようなこう外に硬い殻があってという生き物です。これもすごかったですね。そうそう、これでね、あのガメラが仙台で大爆発を起こして、まあ、炭になってしまう、炭化したガメラというのがあるんですけど、その炭化したガメラを、人の願いのようなものでこう復活させるというありました。ガメラ2レギオン襲来。それと、ガメラ3邪神イリス覚醒。これもまたちょっと面白かったのが、まあ、前作のね、ガメラ1というか、ガメラ2、まあ、その時に、まあ、ガメラ自身は本当は人間を殺したくないんだけども、その犠牲になってしまったっていう家族がいて、その生き残った、まあ、姉と弟が出てくる話なんですけど、ガメラを決して許さないっていう気持ちが、まあ、そのイリスといいますかね、このギャオスの遺伝子の変形っていうらしいんですけど、そう設定なんですけどね、まあ、そのもう本当にギャオスとは似ても似つかないすごい怪獣なんですが、そのイリスです。でそのガメラを決して許さないという少女の思いというか念というかと合わせてこう遺伝子を、人間の遺伝子を取り込んでその怪獣化していく。でこの映画のすごいのが、まあ、いろんな場所があるんですが、最後京都なんですよね。で京都駅 あのセットを作るわけですよ、ここ で京都駅のセット、最初であのインタビューの動画を見てたら、最初は清水寺っていう設定だったそうですが、それがあの、まあ、京都駅にね、あの見学に、下見に行こうと言って京都駅見たら、これでいいじゃないかみたいな。でその京都駅が最後決戦の場になるという。で、めくりますと映画監督金子修介さんのインタビューですよね。ずっとインタビューがあります。結構ロングインタビューです。最初のガメラシリーガメラですね、ギャオスが出てくるシーンとか、でからこれレギオンの時のあの人を救出する霞の飛行場から人を救出するんですけど、ここでガメラがレギオンと対峙して、対峙してね、向き合って、で、こう一機だけこう飛び立てないのが出てきちゃって、でそれを守るというそのシーンがありますよね。でこのイリス覚醒の時のこの京都駅ですよ。これがすごい圧巻ですよね。ぜひあの、ね、あのレンタルビデオさんとかでご覧いただく、書いてみていただくといいんですけど、もう本当に日本の特撮、まだいわゆる CG とかね、そういったものが、まあ、あるにはあったんですけど、まあ、お金が、かえってお金がかかるということで、まあ、当時はこうスーツでいわゆる着ぐるみと、うん、リアルの模型ミニチュアセットとで作っていくっていうやつです。で僕ね、意外とこの平成三部作から外れるんですけど、小さき勇者たちカメラっていうあのちょっとで問題になったんだよね、これね。あのこのガメラのモデルになったカメが大量に、ブームになって、でも育てきれないで、まあ、あの公園とか捨てられちゃったみたいな話があったんですけど、まあ、この小さき勇者たちガメラ、これはね、まあ、ガメラとやっぱりそのジータスっていうトカゲみたいな怪獣が出てくるんですけどね、あのジュブナイルなんですよ。
最後ね、子供たちの思いをつないでつないでつないでガメラに届けるっていう、ガメラというかトトっていうね、ちっちゃいガメ、空飛んで火を吐くちっちゃいガメがいるんですけど、まあ、それが登場するやつで、全ての、まあ、怪獣映画がそうっていうわけではないんですけど、こうなんていうのかな、こう人の思いとか人の希望みたいなものにつなげていく怪獣映画ってちょっとねジーンとくるんです。まあ、そんなのがあって、紹介されてます。で、ページめぐると昭和ガメラシリーズということで、最初の大怪獣ガメラ、それから大怪獣決闘ガメラ対バルコン、大怪獣空中戦ガメラ対ギャオス、ガメラ対宇宙怪獣バイラス。バイラスってね、これ当時はバイラスだと思ったんですけど、今いわゆる英語のスペルを見るとウイルスなんですよね。で、ガメラ対、大悪獣ギロン。ギロンはね、頭が包丁なんですよ。でガメラ対大怪獣ジャイガー。僕ね、このジャイガーが結構すごくて、映像の中にね、こう当時のいわゆる、1970年大阪万博が開催されるんですが、その万博会場を作っているという記録映像的にこの、ガメラ対大怪獣ジャイガージャイガーを見るとですね、意外といろんな当時なんとかパビリオン、なんとかパビリオンっていうのがいっぱいあって、その作ってる会場の風景だとか、まあ、そういった時当時の空気が入ってます、記憶されてます。で、ガメラ対、深海怪獣ジグラ、これもすごかったですね。でもう一つね、宇宙怪獣ガメラっていうね、なんかこうオブンダイジェスト版みたいな不思議な映画がありましたけどね。で、東映のノートの特撮の中でやっぱりこれがすごい、大映だ、大映、ごめんなさいね、大映の特撮の中ですごいのが大魔神シリーズですよ。3本なんですね。大魔神、大魔神怒る、大魔神逆襲っていうのがあるんですが、この造形がもちろん原型としているのもあるんですけど、これを作られた高山良作さんというのは山梨県出身の方でございまして、やっぱりこの大魔神はですね、こう言ってみれば何だろう、特撮時代劇、特撮時代劇ものですね。うん、なので結構ね、その、まあ、いわゆる江戸時代なのかな、まあ、そういった時代にこういう巨大な、まあ、しかも悪を懲らしめるという形でこの魔神様が出てくるっていうところね、すごいと思います。というわけで、特撮の DNA、平成ガメラの衝撃と奇想の大英特撮、これはね、この2020年冬休み、令和2年のお正月、ぜひ、まあ、一人でも、ね、見に行っても楽しいですけど、親子で見に行って、しかもお父さんが昭和カメラなんかに見てたりなんかすると、そんな思いを、まさに DNA ですよね、その文化をどう伝えるかっていう、特撮文化をどう伝えるかっていうことを、実際のものを見ながら大体こう感じてもらえるイベントになってるかなと思います。これまだ1月26日だから、ね、まだやってます。なのでぜひお近くの方、見に行ってみるといいかと思います。おすすめです。カット。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。